はい、皆さんこんにちは、松下美智です。シリーズ化ちょっとしてますけれども、ジャズピアニストの練習ルーティーンその4ということで、今まで歯の、それからピッシュな、そしてスケールというちょっとウォーミングアップ的なね、練習方法みたいなのをご紹介させていただいたんですけれども、その4は、私がよく練習しているのはこちらになります。チェルニーもいっぱい出てるんですけれど、その中でも今日は2冊紹介したいと思います。まず1つ目、8小節の練習曲と書いてあるんですけれども、まずこのチェルニーというのは何ぞかというのをね、ちょっとご紹介します。ここにはチェルニーって書いてあるんですけれども、ドイツ語だったかな、チェコの人なのかな、よくわかんないんですけど、チェルニーって本当は発音するみたいなんですね。なのでちょっとチェルニーさんをご紹介したいんですけど、これ人の名前です。で、まあ、どんな人なのか、はい、こんな感じの、なんでしょう、ちょっとポットでのちょい役みたいな感じの俳優さんみたいなお顔されてるんですけども、本当にたくさんの練習曲だけじゃなくていろんな楽曲を書かれているんですけれども、その中でも私がこれを選んだのは、ちょっと時間があまりないけど、やっぱりウォーミングアップばっかりしているとちょっと飽きてきますよね。指のトレーニングにはなるけど、何かしらやっぱり曲っぽいものを弾きたいなっていう時にすごく重宝してます。何かというと、これ、何番まであるのかな、全部でこの中に160曲、この厚さの中に160曲入ってるんですけれども、1曲1曲が本当に8小節で全てできているというものすごい優れた、練習曲なんです。で、これよくよく練習すると、まあ難しいんですけど、8小節だったらちょっと頑張れる気がするじゃないですかね。で、もう本当によくできてて、右手のための練習、左手のための練習、そして合わせた練習っていうのは、もう本当さまざまないろんなパターンというか、クラシックの本だけどジャズの練習としてもいろんな要素がたくさん詰まっているので、すごく参考に、指のトレーニングにもなるし、曲としての完成度も高いし、8小節なのでなんとか頑張ったら1日で完成するかなっていう長さなので、本当に忙しい人にはもってこいじゃないかなと思うんですけど、まずちょっとね、どんなものなのかやってみましょう。じゃあ1番の方からやってみます。1番はこれ右手の、ための練習なんですけど、ちょっと弾いてみましょうか。感じの、本当に左手はまあ和音をちょっと押さえる程度ですけど、右手のパッセージをきれいに揃えるような細かいフレーズがいっぱい載っています。そしてまあその細かいフレーズをきれいに弾くっていうのも大事ですけど、左手にはちゃんと四分音符の後に休符っていうのがついていて、これがまあジャズでいうところのバッキングとか、そのリズムグルーヴを作るとても大事な休符であったりするので、これなんとなくやっぱり流してしまうと、こうビート感、まあビートってあんまりこうクラシックではそういうの意識しないかもしれないですけど、ポピュラーとかね、ジャズの中ではとっても大事な要素だったりするのを、なんとなくこう
やっぱり譜面を見ながらじゃないと意識できない部分というのをこういうところで補って、いくとすごくいいかなと思うんですけど、じゃあもう一つこの2番の、2番もここまでしかない、すごい短い曲なんですけれども、今度は左手に特化した練習、曲なので、ちょっと2番も弾いてみたいと思います。左手ってね、こんなにたくさんジャズの中ではすっごくたくさん使うわけではないけど、使わないわけでもない。右手と左手と一緒にユニゾンしたり速いフレーズを弾いたりすることもあるので、左手もやっぱり多少鍛えておかないといけないかなっていうのは、やっぱりこういうので練習で補っていくのがいいかと思うんですけれども、やっぱり曲がね、短いので達成感も ありますし、私はこれは、まあ、だんだんこれやっぱり難しくなっていくんですけど、簡単なものに関してはちょっと初見の練習としても使うようにしています。で、初見の練習もね、いろいろやり方があると思うんですけど、私的にはですね、なるだけ例えばこの曲はまあちょっとアレグロって書いてあるから早めに弾かなくちゃいけないんですが、一番最初に見た時にまずこの譜面をね、よく試験なんか受ける時にどのぐらいかな、20秒ぐらい見てから弾いたりすると思うんですけど、その時に一番最初に見たいのはまずここの一番最初の調合、これは何調でこの曲ができているかというのと、あと拍子、1曲目は4拍子だけど2曲目は3拍子だったりしますね、この2つはとっても大事です。あとはもう全体的に見て、例えばこれはピアノから始まってます、強弱ですね、ダイナミクスをちょっと確認、だんだん大きくとか最後フォルテで終わってるとか、その辺を見てから始めます。そして弾きながらも初めて見ると言ってもやっぱりなるだけ間違わないで弾きたいので、この辺を見てた、この辺を弾いてる、弾きながらもう先を読む、なんか将棋とかもそうですけどね、先を読むっていうことがすごく大事。ここを弾きながらもうこの目線的にはこの辺を見るというふうに先を読んで、結構だからなんだろう、動体視力的なものもすごく必要になってくると思うんですけども、先を読みながら、把握して、そしてこれも結構ポイントだと思うんですけど、もしどっかで音を間違えちゃった、そしたらそこをあっと思っても引き直さないで、何となく、まあ、涼しい顔してごまかして次に進んでいった方が私はいいと思います。やっぱり途中で止まるっていうのは音楽的ではないというか、この曲の息がちょっとそこで止まってしまうような気がするので、間違えても最後までなんとか弾き倒す、そういう練習を普段からしておくと、結構ごまかしの効いた本番が迎えられるようになると私は思っています。ということで、今日はこのチェルニーの、とても短い8小節でできたこの曲集の紹介をしてみました。そしてこれではちょっと物足りないという時にですね、まあちょっと時間があれば、私はこの同じくチェルニーの40番練習曲というのを使っています。こちらはどういうのかというと、まあ基本はさっきの8小節のやつと似てるんですけれども、ちょっとやっぱり曲が長くなります。すごく素敵なメロディーがあるっていうよりは、やっぱり練習曲なので、いろいろ細かい動きを含めながらちょっとした曲になっているという感じですね。
そしてこっちは8小節とかそういう16小節とかそういう決まりがなくって、まあ見開き2枚だったり4枚ぐらいあったり、長さはいろいろなんですけれども、これもそんなに長い曲ではないので、頑張ればすごく短い時間で達成できるんじゃないかなと思います。こういうのも同じようにその初見で使ってもいいし、なんか私はそのクラシックの譜面でもこういう簡単なものに関してはコード感とかを読むように、何もねクラシックの楽譜ってコードが振ってないですけど、今何のコード感で弾いていて、今トニックなのかここはドミナントなのかサブドミナントなのかっていう曲の構成を考えながら弾いたりするとすごく景色が見えてくるので、そういう練習にも使っています。ちょっとこの長いバージョンの40番の方も弾いてみたいと思います。という感じで、まあそこまで長くない曲だと思うんですけれども、細かいパッセージを右手で弾く1番の練習でした。まあこういうね細かいパッセージをきれいに弾くっていう練習はとても大事だし難しいんですけれども、ハノンのやっぱりこうリズム練習をした時と同じようにリズムを変えたりスタッカートの練習したりしてパッセージをきれいに揃えるっていう、最終的にきれいに弾けるようにする練習っていうのは必要かもしれません。ということで本日はチェルニーさんの本をご紹介しました。まだまだルーティンは続きますが、やっとちょっと曲っぽい感じの練習になってきました。続きはまた後日アップしたいと思います。この辺でありがとうございました。